では今回は音程のある楽器を打ち込んでいきましょう。ゼンビーツにはですね、最初からソフトウェアシンセサイザーが収録されていますし、外部の VST プラグインを使うこともできます。はい、もっとこだわりたい方は市販のシンセサイザーを追加してもいいかもしれませんね。そうですね。今回は付属のシンセサイザーを使っていきます。まずはですね、新しくインストゥルメントトラックでトラックを作成してみてください。はい。はい、できました。これも右側のリストから音色を読み込むのですかね。そうです。ただこれまでのドラムやループと違って、はそい。の楽器専用のシンセサイザーを読み込むというイメージですかね。実際やってみましょう。どんな楽器にしましょうかね。まずキーボード系の音色が聞いてみたいですね。エレクトロキーを選べばいいですかね。はい、選んで読み込んでみてください。はい。これまでとなんか違う感じの画面が出てきました。はい、これがですね、シンセサイザーの画面になります。はい、ちょっと難しそうですね。プリセットを選ぶだけでも十分使えるので大丈夫ですよ。シンセサイザーの画面にあるデフォルトという文字をクリックしてみてください。はい、これですね、リストの内容が変わりました。なるほど、これが音色、音色ですね。ちょっと弾いてみたいですね。そしたら実際に打ち込みやってみましょう。ちなみにこれまで打ち込みの経験はございますか？ちょっとやったことあるんですけど、詳しいかと言われたらちょっと不安ですね。なので一から教えてください。わかりました。打ち込み方法は大きく分けて2つの方法があります。まず1つ目は全ビーツの再生に合わせて、キーボードを演奏してそれをそのまま記録する方法。鍵盤楽器が演奏できる方はこの方法が一番簡単でおすすめですね。はい。でもう一つは、もう一つはですね、マウスを使って一音一音打ち込む方法です。この方法ならばですね、キーボードが演奏できなくても大丈夫です。なるほど。私にはどっちがおすすめですか？リンさんの場合はですね、キーボードが演奏できるので、まずリアルタイム入力をやってみましょう。2つの打ち込み方法はそれぞれ得意とする要素が違うので、両方使えるようになっておくと便利なんです。はい、わかりました。じゃあリアルタイム入力に挑戦してみます。はい。操作はすごく簡単です。録音ボタンを押してキーボードを演奏するだけ。それだけですか？そうなんです。演奏が終わったら停止ボタンを押しましょう。とにかくやってみましょう。はい。はい、これで打ち込みができました。では聞いはい。てみましょう。はい、再生してみます。はい、できました。ではもい。ちょっと途中から無音になってタイミングがおかしくなっちゃったんですけど。 無音部分がついてしまっているのははい。ループ区間のですね、設定の問題ですので後で直します。はい。タイミングのヨレに関しては演奏時のタイミングを自動的に修正してくれるクオンタイズ機能が働いているからなんですね。なるほど、親切ですね。そうなんです。これだったらキーボードが苦手な人でも気軽に挑戦できますね。はい。では、次のステップに進んでいきましょう。今打ち込んだフレーズをダブルクリックしてみてください。はい、また画面が変わったんですけど、これは何ですか？これはですね、ノートエディターといって、マウスで音を打ち込んだり打ち込んだ音を編集するための画面になってます。DAW ソフトで最もスタンダードな打ち込み画面なんです。はい。でもこれだとちょっと分かりにくいですよね。どうやって見たらいいんですか？これはですね、画面の縦方向は音程を表してまして、はい。左側に白と黒のボタンがあると思うんですけはい。ど、これが白鍵黒鍵を表してるんですね。そして横方向は時間軸になってます。はい。今この場合は少し太めの白い線が白、つまり四分音符ですね。細い補助線が16分音符のタイミングであることを表してます。なるほど。ということはドラムエディターと同じっていうことですかね。そうなんですよ。厳密に言うと、ノートエディターを簡略したものがドラムエディターって感じですね。で、ドラムやパーカッションは鳴らす音が限られてますし、音の長さも関係ないので、ドラムエディターが便利なんですね。なるほど、いろいろ考えられてるんですね。はい。まずは先ほどご指摘のあった無音部分を処理していきましょう。
これはですね、演奏が終わってから停止ボタンを押すまでの間が記録されてしまっているのが原因なので、ループ範囲を調整すれば治ります。はい、ノートエディター上部にブルーの帯が見えると思うんですけど、はい、そうですね、そちらですね。この帯で選択されている範囲がループされる仕組みなので、はい、この帯の右端をマウスで左側にドラッグして縮めると無音部分がなくなります。はい、なるほど、できました。ありがとうございます。じゃあ下処理ができたところで、実際にノートエディターで MIDI の打ち込みに挑戦してみましょう。はい、頑張ります。大丈夫ですよ。他の DAW ソフトと比べても、ゼンビーツのノートエディターは簡単に使えるように工夫されてるんです。今はですね、先ほどリアルタイム入力で打ち込んだキーボードのフレーズが入ってますけど、この音をですね、マウスで上下にドラッグすれば音程、左右にドラッグすれば発音タイミングを変更することもできます。ああ、なるほど、そんなことができるんですね。はい、これが打ち込みの便利なところですね。ということはミスタッチしても大丈夫ってことですかね。そういうことですね。音程を間違えてしまった場合は後から修正もできますし、もしその音自体がいらない場合にはですね、削除してしまえば大丈夫です。はい、削除するにはどうすればいいんですか。削除するにはですね、ノートをマウスでダブルクリックしてみてください。はい、はい、簡単ですね。これは一気にハードルが下がった気がします。そうですよね。あとですね、ノートの左右の端をドラッグすると、はい、音の長さを変更することもできるんですね。そうです、そうです。はい、これで後からスラーにしたりスタッカートにしたりできるということですね。これもすごい便利ですね。使えそうですね。あと音を追加するにはどうしたらいいですか。ですね、一番簡単なのは打ち込みたい音程とタイミングが交差する場所で、マウスをダブルクリックする方法ですね。これで音が追加できるので、必要に合わせて長さなどを調整していきます。はい、すごく簡単ですね。そうなんですよ。でですね、画面右上からマウスの働きを切り替えることもできます。ペイントツールで任意の長さの音を打ち込んだりですね、分割ツールを使えば打ち込んだ音を2つに分割することもできますので、必要に応じて使い分けると便利ですよ。はい、ちょっと疑問に思ったんですけど、はい、もっと長いフレーズを打ち込みたい場合とか、ループはちょっと使いにくかったりしませんか。鋭いですね。その通りなんですよ。ご指摘の通りですね、ループはパターン主体で曲を組み上げるときはとても便利なんですけど、何小節目からこのフレーズを鳴らしたいといった場合にはですね、ちょっと不向きなんですね。その場合はゼンビーツのもう一つのモード、タイムラインモードを使用していきます。モードはですね、画面右上のモードアイコンをクリックすることで切り替えることができます。はい、タイムラインモードは定番の DAW ソフトって感じの画面ですね。うんうん、結構見慣れた感じがあります。そうですね。はい、タイムラインモードは全てリアルタイムで入力しなくちゃいけないんですか。そんなことはね、実はないので安心してください。はい、これまで使ってきたドラムエディターや各種ループも使えます。例えばドラムのトラックのタイムライン上をダブルクリックしてみてください。はい、はい、枠が追加されましたね。そうですね、さらにそこをダブルクリックしてみるとどうですか。あ、ドラムエディターが出てきました。そうなんですよ。これパターンもそのまま使えるんですね。そうですね。唯一違うのは行や列といった概念がこれなくてですね、小節単位でフレーズを組み立てていくという点になってますね。またループビルダーモードにはですね、自動的にフレーズが繰り返し再生されてたんですけど、タイムラインモードはですね、演奏データがない部分は無音として再生されるという点も違いますね。うん、なるほど。じゃあ作りたい曲によって使い分けるのが大切ですね。せっかくなんで V ドラムで打ち込みしてみたいんですけど、できますか。もちろんできます。やってみましょう。ですね、まずはですね、メニューから、オプションですね、で、MIDI 入力で V ドラムの入力を有効にします。はい、事前にですね、 V ドラムをパソコンと接続するためのドライバーソフトのインストールと USB 接続は行っておいてください。はい、あとはですね、画面上部の録音ボタンをクリックすれば1小節のカウントインが始まって録音が行います。はい、それだけですか。それだけなんですよね。非常に簡単ですね。うん、はい、では実際にやってみましょう。はい、はい、
ドラムいい感じに取れましたね。はい、では早速聞いてみましょう。はい、再生します。はい、いい感じで打ち込めたですかね。バッチリですよ。はい、でもさすがに、ね、ドラムだけだとちょっと寂しい感じがしますね。はい、そうですね。じゃあですね、ループを選びましょう。はい、ここ、ね、タイムラインモードでもループが使えるんですね。そうなんですよ。ループトラックのタイムライン上を右クリックしてですね、ループブラウザを選択してみてください。はい、はい、おなじみの画面ですね。じゃあベースを追加しておきます。はい、先ほど打ち込んだドラムは編集できるんですか？もちろんできます。打ち込みの時に使った画面に関係なくですね、編集はすべて同じように行うことができるんですね。で、例えば今回の場合はドラムエディターで編集できます。タイムラインモードの場合は何小節目から鳴らすかもマウスで変更することができるんです。なるほど。じゃあイントロ用に撮ったフレーズをやっぱり B メロで使いたいとかも移動させてできるわけですね。はい、そういうことですね。フレーズを右クリックすることで簡単にコピペもできます。はい、じゃあドラムが足りないのでコピペをしておきますね。してみましょう。そうですね。消えた。はい、その他にも何か知っておくと便利な機能とかありますか？打ち込み機能でぜひ知っておいてほしいのがベロシティです。はい、あ、ドラムエディターでも使いましたよね。音の強さを調節するんですよね。それです。MIDI キーボードでですね、リアルタイム入力する場合には演奏時の強弱がそのまま再現されるんですけど、後から強さを微調整したいというケースも結構あると思うんですよね。で、マウスで入力した場合はですね、どうしても強さが一定になってしまうので、フレーズによっては不自然に聞こえてしまう場合もあります。そのような時にはベロシティを調整すると打ち込みのクオリティがぐっと高まるのでおすすめですね。ちょっとキーボードで打ち込んでみましょう。はい、はい、はい、ピアノが打ち込めましたね。はい、ではベロシティを見ていきましょう。打ち込んだものをですね、ダブルクリックしてノートエディターを開いてみてください。はい、はい、開けました。この編集のやり方はドラムエディターと同じですか？ノートエディターの場合はですね、そのままノートをドラッグしてしまうと音程が変わってしまいます。そこで画面左下の三角ボタンを押してオプションを表示します。はい、あ、これですね、ベロシティがありました。はい、調整したい音をですね、マウスで選んでベロシティのつまみを調節します。はい、あ、この画面でも色の濃さで音量を表現してるんですね。そうなんですよ。確かにリアルタイム入力でもこの音ちょっと弱くなっちゃったなみたいなことがあるんで、うん、ベロシティの調節は効果がすごい大きそうですね。そうですね。この画面でオクターブや位置の微調整もできるんですね。うんうん、ここまで全ビーツを見てきて思ったんですけど、操作がすごい簡単ですね。ありがとうございます。そうなんですよ。どの画面でも操作が似てるので覚えやすいですし、あの DAW ソフトってボタンやメニューがたくさんあって、あの、覚えないといけないことがたくさんあるっていうイメージなんですけど、全ビーツはなんかこんな感じかなって直感で操作できるので、パソコンが苦手な人でも音楽が楽しめますね。ここまでで MIDI レコーディングを見てきました。次回はですね、オーディオレコーディングに挑戦したいと思います。